陸上競技の寺田明日香と申します。私は陸上の 100m ハードルで2020年東京オリンピックの出場を目指しています。阿部くんとは、去年1年ぐらい前、もっと前かなにお会いして、その時にすごく冒険に対する熱い思いを聞いて素晴らしい方だなというふうに思っていました。私よりもずっと年齢が年上なのはすごくびっくりしました。南極に行くということはとても大変なことで、今回彼が阿部君が挑戦する知らせルートというのはとても難しいルートだというふうに聞いています。彼の応援を、彼の冒険を応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。